乃木坂46の斉藤飛鳥が5日、自身が MC を務めるテレビ朝日系音楽トーク番組、ハマスカ放送部、毎週月曜24時15分から、この日は24時20分に出演。この日は同番組初のリアルイベントで、11月に公演が行われた、ハマスカ生放送部Hey Music Happy Meeting の裏側を放送。ゲストとしてモデルの滝沢カレンを招き、その舞台裏で斉藤と交わしたやりとりについて明かされた。滝沢カレン、斉藤飛鳥を食事に誘うコーナー前に、実は滝沢と会うのは3回目くらいだと口にした斉藤。公演前に滝沢の元へ行き、すいません、来てもらって、って言いに行きました、と心身と挨拶をしたことを話した。そしてコーナー終了後、舞台裏で斉藤と滝沢の様子を取材していると、本当にご飯行きましょ、いつか、と斉藤をご飯に誘う滝沢の姿が、嬉しそうにうなずいた後、斉藤は、ご結婚おめでとうございます、と滝沢の結婚を祝福する微笑ましい姿も、別れる前にはお互い心身とお辞儀をし、また遊びましょ、と改めて誘った滝沢に、斉藤も、うん。ありがとうございました、と笑いかけた。バル、滝沢カレン、斉藤飛鳥の魅力を語る舞台裏で斉藤の魅力について聞かれた滝沢、今まだ私も探し途中。まだご飯とかも行けてなくて、お忙しいので、と斉藤とまだあまり遊びに行く機会がないと答えた。メールを何回かさせていただいた時とかも、すっごい丁寧な。私がアスカちゃんに来て欲しかったある番組があって、斉藤が来れなかった時とかも、番組に本当に出たかった思いとか行けなかった思いとかをいっぱい書いてくれて、きっと親友になったらすごく私を最後まで友達思いにしてくれるんだろうなって思いました。とメールの文面からも、斉藤が思いやりのある人物で好印象を受けたと語った。